一二三，台湾，这是Kimi です。台中コウミです。今日はまた新商品開箱。新商品、もう最近結構新商品紹介してるやんか。うん、でもまた何か新商品あります？最近あれが超超超有名。え、どれ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 。日本でも超有名。お、お、一蘭ブーム。あ、一蘭。そう、待って、一蘭カップラーメン。そう、初めて聞いたんですけど。え、うん、最近超超有名です。死ぬほど売り切れ。じゃあもう今日はずつ どうやって買ったんですか？やっぱり大根が最高です。わお。しかも普通の大根よりもっと上の値段です。え、マジか。え、大体何本くらいですか？もともと490円ですよ、皆さん。ああ、じゃあ、まあ、100円だったら、まあ、日本も全然いいけど。そう。あ、でも、この代行したら、うん、310元、つまり1200円。もう3倍やん。ということで、今日の企画は、台湾人初体験、一蘭カップ麺を食べてみよう。でも一蘭ってこの前台湾でも特別な商品があったじゃないですか。そう、うん、これは今日本しかない世界唯一の一蘭カップラーメン。ほう。で、比較するものも必要ですよね。そうですよね。だから台湾しかない世界初の一蘭レンジラーメン。どっちが勝つかな。で、2人ともレンジ一蘭ラーメン食べたことあるでしょ。うん、すごい低評価ない。そう、ちょっと私のサタちゃん結構低評価だったんですけど、サタは結構高評価ですよ。なもしかしてその日、まあ、違う撮影があったので、あ、お腹いっぱいすぎて。なるほどなるほど。じゃあまずはもちろん一緒にこれ食べたことない一蘭カップラーメンを食べてみようか。お楽しみ。でもこれ経験がありますね。はい、うん、これ書いてある、あえて具材は入れておりません。ちょっと一瞬悲しくなってきた。つまり肉がない、そのラーメンの味。え、じゃあなんかキクラゲとかネギとかも全部ないんですか？ありません。なるほど。でもそれこそなんか麺を楽しめるんですよね。そう。じゃあ開けてみますか。はい、じゃあ皆さん3、2、1。まん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 。おお、なるほど。こういう感じです。蜜があります。お、しかもちゃんと英語もついてる。これは後入れスープ、うん、これは秘伝のタレと後入れスープ、うん、あれあれ、じゃあ全部後入れだよね。そうだね、うん。あ、なるほど。じゃあお湯。はい、じゃあ4分ですよ。ここまで、この線まで。はいはいはい、はい、いきます。はい、はい、じゃあ4分スタート。はい。あと3、2、1。どなー、おめでとうございます。じゃあ順番通り入れますね。 ABC。 じゃあ次 A。 おー、うわお、辛いソースでしょ。そうだね。完成。すごい。おお、1なんだ。え、ほんまや、匂いが。そう。じゃあ一緒に食べようか。はい。量が本当に一人分。そうそう。具が入ってない一蘭カップラーメン、一緒にいただきます。いただきます。うん、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 うまい、うまい。え、お、うまいぞこれ。え、本当にうまいんだけど。うまいだぞ。トゥーも飲んでみて。オーケー。あー、うまい。思ったより5倍以上うまさ。うまいねこれ、うん、具が入ってないけど、その一蘭のうまみは全部このカップラーメンに入ってるでしょ。
すごい、うん、再現した。そう、この麺でさ、見た目は普通の一段よりちょっと細いんですけど、ちょっと温めたらその硬さ、うん、もうバッチリ。でも私にとってちょっと、うん、柔らかいかも。私いつも片面が好き。なるほど、うん、私片面と普通の間が好きです。こんな感じが好き、うん、あ、でも本当に美味しい。え、でもね、うん、ちょっと普通の一蘭ラーメンより濃い味かもしれない。でもスープですね。スープお湯入れてないかな。お湯かい、足りないかな。私たちのせいかな。もうちょっと入れてみます。そうですね。あ、ちょうどいいかも。おお、すごいすごいよ。じゃあそろそろ私たちのレンジ、レンジ一蘭ラーメンが終わったから、ね、ちょっと一緒に食べてみよう。はい、来ました。麺とネギ入れてください。はーい。じゃあ一緒に食べようか。うん、味まだ覚えてる？覚えてるよ。じゃあちょっと比較するね。今はこういう感じです。じゃあ一緒にいただきます。うん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 、うん、味ちょっと違うよ。の、え、若干こっちの方が薄め、スープが、うん、そう。え、でも気のせいかもしれないけど、私今回のレンジ一段一回目に食べたのはちょっと違う気がする。うん、そうなの。一回目は本当にまずかった。まずいまではないけど、でも麺がちょっとやばかった。そうなんだ。でも私なら前回と同じだよ。そうなんだ、うん、さっきの方が甘い気がする。しかも、あ、これは多分あの秘伝のタレが入れてない気がするかな、うん、なんか辛くない。そう、今回だともうちょっとしょっぱさがあるんですね、うん、でもそんなに味もそんなに濃くはない。うんうんうん、麺は美味しいけど、なんかもうちょっと高めにしてもらえば嬉しいなって感じ、うん、確かに、うん、でもお肉美味しい。うん、そう、美味しい。全然食べたらもったいないね、うん。あー、難しい。これちょっと難しいよね。どっちの方が美味しい？え、5つだと、なんかカップラーメンの方は好きなところは何ですか？あのスープ、なんか甘くて、しかもなんか豚骨の味が強い、濃厚、うんうん、でもこれはちょっと豚骨っぽくない？なんかレンジだといろんなトッピングは楽しめるんですけど、スープだとやっぱりパンチがちょっと低い、うん、そう。麺はこっちの方が好きかもしれない、うん、私なら。え、実は私も思ってる。え、そう。もしこの麺とこのカップラーメンのスープ、うん、お、いいね、いいね。いよ、入れよ、入れよ。ねえ、ねえ、ねえ。じゃあ一緒にいただきます。いただきます。うん、完璧、完璧じゃん、これ、うん。こっちの方が美味しい。美味しいね。ね、見つけた。これもしかして噂の一体融合？えー、終わりました。すごい、めっちゃいい体験。ねえ、もうこの代行価値がある。本当に、しかも2週間かかったもんね。そう、あと 2.5 倍の値段。でもそれってもうまた食べたいね。そう。じゃあうまいチャンネルだったらこの一蘭カップラーメン何個欲しい？値段も考えて。おいしい。値段は490円だよ。あ、日本、あ、この値、あ、もし日本円の値段としたら3、2、1、やばうまい！イエー、やばうまい。本当にその価値あります、うん、今でもすごい唇をヌンヌンしたいんですよ、うん、もう本当に後の味がすごい残ってて美味しい。そうそう、すごい。本当におすすめ。皆さんぜひ、今日本にいる皆さん本当に羨ましいですよ、だからこそいっぱい買ってください。そうですよ、いっぱい食べて食べて
一緒に太りましょうね。じゃあもし皆さんもなんか台湾のレンジ一蘭ラーメンが興味あったら台湾に来たらぜひ食べてみてくださいね。できればそのカップラーメン連れて一緒に、うん、比較してみて、うん、はい。じゃあというわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなら高評価してグッドボタン押してください。それから私たちのツイッターもフォローしてお願いします。リンクにあります。それじゃあバイバーイ。